羽村市に住む外国人の皆さん。生活するときに大事なことを教えます。羽村市役所は jr 羽村駅から歩いて15分です。生活でわからないことや困ったことは羽村市役所で聞いてください。羽村市に。 住むときは、転入届を出します。羽村市から別の市に住むときは、転出届を出します。羽村市の中で引っ越すときは、転居届を出します。必ず市役所に来てください。ゴミの出し方について教えてください。 羽村市は、ごみを10種類の区分に分にけています。無料、お金がかからないごみと、有料、お金がかかるごみがあります。無料、お金がかからないごみは7種類です。資源 A、資源 B、硬質プラスチック、金属、ペットボトル、 有害ゴミ、紙パック、白色トレイです。有料、お金がかかるゴミは3種類です。燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、粗大ゴミです。ゴミを出せる日は、住んでいる場所によって決まっています。正しく分けて、朝8時までに出してください。 ペットボトル紙パック白色トレイは自分でお店などにある箱に入れてくださいルールを守らないと警告シールが貼られますゴミを持って行ってもらえませんゴミを出す時は資源リサイクルマニュアルや資源収集カレンダーを見て 正ししいい方法で出してください資源リサイクルマニュアルは日本語、英語、タガログ語、スペイン語、中国語、韓国語、ポルトガル語があります。資源リサイクルマニュアルと資源収集カレンダーはウェブサイトからダウンロードできます。わからないときは 市役所のゴミの担当に聞いてください健康保険年金税金について教えてください日本で生活するときには健康保険と年金に必ず入らなければなりません健康保険に入ると病院で払うお金が安くなります 75歳以上の人は入る保険が違います年金は60歳まで払います65歳からもらうことができますわからないことは市役所の健康保険年金の担当に聞いてください 田村市内にお住まいの方はお仕事をされたり市内で土地や建物あるいは軽自動車などをお持ちになると税金や保険料がかかることがあります税金などのお知らせが届きましたら次の方法で納めていただくことができます 税金の納付方法は3つあります。クレジットカード払い、電子決済、窓口納付です。クレジットカードは、ビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースクラブで納めることができます。電子決済アプリケーションは、 ペイビー、LINEPay 請求書支払い、楽天銀行コンビニ支払いサービス、ペイペイ請求書払い、y o u t ペイ、a auPay 請求書支払いで納めることができます。市役所、銀行、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。 税金を納めることができる場所はウェブサイトで見てください。わからないことは納税の担当に聞いてください。地震や台風の時どうしたらいいですか日本は災害が多いです。災害は地震、台風、 洪水などです家にいると危ないときは、安全な場所へ逃げてください。自分の安全を一番大切にしてください。大きな地震や台風のときは、避難所ができます。家にいると危ないときは、避難所へ行ってください。 避難所ができるときは、市役所からメールや放送でお知らせがあります。家の近くにある避難所がどこか知っていますか避難所や危ない場所は防災マップに書いてあります。災害の時は、電気やガス、水道が使えないことが あります。3日から1週間くらいの水や食べ物を準備してください。わからないことは市役所の防災担当に聞いてください。赤ちゃんや子どものことを教えてください。妊娠したら1病院で診断を受けます。 2保健センターへ行きます3妊娠届を出します4母と子の保険バッグをもらいますバッグの中には母子手帳や健康診断の紙などが入っていますお母さんと赤ちゃんに必要な大切なものですバッグは 必ず妊娠した人が保険センターでもらってくださいその時職員が健康のことなどを聞きます赤ちゃんや子どものことで心配なときは保健センターに来てください保険センターは市役所の近くにあります 子どもがいる人は児童手当をもらうことができます。児童手当は子育てをサポートするためのお金です。わからないことは市役所の児童手当の担当に聞いてください。保育園や学校はどうしたら入ることができますか 仕事をしている人は0歳から5歳の子どもを保育園に入れることができます。わからないことは市役所の保育の担当に聞いてください。保育園に入ることができるか、どんな紙が必要か教えます。 子どもが小学校・中学校に入るときは、市役所の学校の担当に聞いてください。外国人のためのサポートはありますか羽村市役所には、英語とスペイン語の外国籍市民支援員がいます。 時間はこちらです必ず予約をしてください羽村市では英語とスペイン語の広報誌を出しています広報誌はウェブサイトで見ることができます羽村駅と尾崎駅にも置いてあります 羽村市には日本語が勉強できる教室が2つあります日本語ボランティア翼の会夜の部と羽村日本語学習会ですボランティアの人が日本語を教えてくれます 生活でわからないことや困ったことは羽村市役所で聞いてください。